はい、どうも、ナワルです。昨日はね、うるせえ奴らラムのウェーニングベルというゲームをご紹介いたしました。はい、またの名をモモコ 120% でございました。はい、まあのね、アニメからのと思いきやね、もう原作がね、もうモモコ 120% からの派生のゲームということでね、ちょっとあのうるせえ奴らとはちょっとずれた作品となっています。はい、でそしてね、本日紹介するゲームなんですが、あの今日紹介するゲームとこのうるせえ奴らの間にね、2作品あるんですよね。10月30日に発売されました、計算ゲーム算数4年生で、同日に計算ゲーム算数5、6年生、まあ、両方とも東京書籍から発売されました。まあ、あのちょっと勉強ゲームなんでね、ちょっとあの遊びじゃないんでね、ここはちょっと省きます。はい、っていうことですので、本日紹介する、ゲームはね、ミシシッピー殺人事件というゲームをご紹介いたします。はい、もうミシシッピー殺人事件ってね、もうポートピア連続殺人事件からね、約1年経ちますね。こういう推理物のゲームは、はい、私個人はね、こういう推理物すごく好きなんですよ。はい、考えながらやるっていうやつね、これをね、こういうゲームをリメイクしてアクションチックな感じにしたらね、結構面白いと私は思っています。はい、で早速、紹介していきます。はい、でこのミシシッピー連続、ミシシッピー殺人事件はね、アクティビジョンという会社が発売したコモドール64アップル2用のアドベンチャーゲームでございます。はい、ということはこの作品は国外版でございます。はい、で後にね、ジャレコがライセンスを得てファミコンMSX2 に移植されました。はい、まあ、概要に進みますが、もう概要というかほとんどストーリーなんですよね。セントルイスから、ニューオーリンズへと向かう外輪船、デルタプリンセス号で起こった連続、殺人事件をね、たまたまそこに居合わせた探偵チャールズ卿がね、助手のワトソンと共に犯人を推理し解決するという内容でございます。はい、まああのポートピア連続殺人事件からね、結構人数がね、ちょっとだけ増えているんですよね。はい、まあ言うても12345678910人です。はい、まあチャールズ卿とワトソンを除いたら残り8人ですよね。こっから、犯人を見つけるっていう内容なんでしょうね。はい、まああのね、この作品PC 版っていうこともあってね、まあ先ほども言いましたが、ジャレコがアクティビジョンよりライセンスを得てファミコン MSX2 に移植したと言いましたが、まあ特にファミコン版はね、やはり動作がやっぱ遅いんですよね。でセーブ機能が搭載されていません。で行動の自由度が高いね、などね、操作性の面で大幅に改変がなされているんですよね。でアクティビジョン版ではね、ゲームオーバーや手詰まりになった場合はセーブデータをね、セーブしたところからやり直すことができますが、ジャレコ版ではね、ゲームを最初からやり直すしかないんですよね。ここはちょっと厳しいですよね。で一方でね、日本人には馴染みのない、いかにもアメリカ風としたね、あの登場人物たちの会話やセリフ回しなどは もう原作そのまんまであるんですよね。でファミコンのねゲームであるのにもかかわらず、売春婦の文字が表示されていたりとかね、もう売春婦はあの説明しませんのでね、もしもわからない方いたら、はい、あの調べてください。はい、まあ、子供が見てたらの話ですよね。はい、はい、登場人物がね、汚い言葉で罵声しちゃったりするんですよね。まあ、ここね、ポートピア連続殺人事件とちょっと違うところですよね。はい、まあゲーム開発当初はね、主人公たちは散歩でがてらに乗客たちを訪問していき、とある一室で殺人をね発見して事件に巻き込まれるというね、大罪を取ります。でしかしね、チャールズ卿たちの部屋はね、3号室の隣室1号室にはね、落とし穴が存在して、落ちれば即死となります。でまあゲームオーバーですよね。で14号室も同様のね、落とし穴が存在いたします。でまた16号室には入室直後にナイフがチャールズ卿のね、頭をめがけて飛んでくるトラップがありまして、ナイフを避けないと即死ゲームオーバーになります。はい、なった瞬間に最初からやり直します。
はい、めちゃくちゃ難しいですよねこれは。はい、で犯人を突き詰めてね事件を解決しても、これらの罠を存在理由は謎のままでありね、誰が設置したのかも不明であります。でなおね、お父さんは落とし穴の場所に誘導しても落ちず、チャールズ教のミソンシトラップが発動するということでございます。はい、ちょっとアメリカっぽい感じですよねここだけは。はい、まあ、っていうことですのでね、このゲームね、あんまり内容っていうのは内容もうこれくらいですのでね、早速評価に参ります。はい、でゲーム誌ね、ファミコンマガジンの読者投票によるゲーム通信もね、評価は結構ちょっと高めっていう高めなのでちょっとびっくりしてます。30点満点中 17.70 です。はい、17点台でございます。正直15点かもしかしたら切るに違うかなと思ったんですが、17点いったんでね。はい、だっていうことは内容はね面白いですよね。うん、はい、でゲーム誌ね、遊芸でバカゲー部門に選出されていましてね、例の罠のせいで一見世間一般ではすっかりバカゲー扱いで、若さゆえの過ちというべきか、アドベンチャーゲームのシステムがまだ未完成だったために起こった悲劇であったと。はい、やはりねもう罠落ちた瞬間ゲームオーバーなんで辛いですよね。で重要なセリフは一度しか話してくれない上、うっかり聞き逃せば即クリア不能に。で筆者の、ね、周りでもついにクリア達成者は現れず、結局当初のバカゲー都市の評価ばかりが浸透してしまっていたと評しています。はい、まあやはりねセーブができない、これは辛いですよね。はい、でクリアしきれないんですよ。だからパソコン版の方に行く人も多かったのかもしれないですよね。はい、まあ、当然英語を分かった上での話になります。はい、まあ、ていうことですね。ちょっと短めにはなるんですが、まあ、終わる前にねこのアクティビジョンだけ軽く紹介いたします。はい、ちょっと面白い内容ですので、ね、まあ、当然アメリカ合衆国のねコンピューターゲーム開発および販売会社であります。で1979年10月1日に設立されました。でそれまでゲーム機のね販売会社が相当独占的に販売していた中で、史上初めてゲーム機のねサードパーティーとしてゲーム開発および提供した企業であります。はい、なぜこういうことになったかという話になるんですよね。で当たり社でのね低待遇に不満を抱いたゲーム開発者らによって設立されてね、1980年に最初のアダリ2600向けに製品を出してから、多数のゲーム会社が倒産したアダリショップに乗り切りね、世界最大のコンピューターゲーム会社となりました。はい、で海外ではね各種 MSX 用のゲームを販売していたことでも知られます。まあ、アダリじゃね以前ご紹介いたしましたが、ここにね不満を抱いた方々がねこのアクティビジョンという会社を設立いたしました。はい、で2007年12月2日に、ビベンティゲームズとのね合併がね発表され、2008年7月10日に新会社名はねアクティビジョンブリザードとなりました。でそれまでの規模としてねエレクトロニックアーツに抜かれていましたが、再び世界一になったということでございます。はい、ということですので現在進行形でこの会社は、はい、存在いたします。で見たら私も聞いたことあるゲームがね結構あります。まあまずコールオブビューティーですよね。このコールオブビューティーシリーズ、この会社です。はい、まあ、スターウォーズ、フォース、アンリーシュド、まあ、スターウォーズですよね。でスパイダーマン3、はい、でトランスフォーマーザゲームね。でそして何よりも去年ですよね、2019年ですよ、びっくりしましたよ、セキロね、日本でも発売されましたよね、セキロシャドウズダイトワイスね、このゲームでこの会社で発売されました。はい、まあ、まだまだねこのアクティビジョンまだまだ世界一に輝くことになると私は思っています。はい、まあ、ということですので本日の紹介動画は以上になります。はい、まあ、このねアクティビジョンという会社は覚えておいた方がいいかもしれませんね。はい、今も全然残っています。はい、ということですので、私ナバハルと申します。ツイッターやってみますのでよかったらフォローの方よろしくお願いいたします。はい、この動画に興味持ってくれた方いたら
高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、まだまだ頑張っていきます。はい、こういうゲーム商売ね、はい、まだまだやっていきますのでよろしくお願いいたしますということですので、本日はこれで終了いたします。ありがとうございました。バイバイ。